今もってというより今から本当は始めなければいけないんじゃないかなと思うのがドラマセクシー田中さんをめぐるこの原作と脚本家の話というよりも番組を制作した日本テレビいかがなものかという声はいまだ SNS で渦巻いておりますいやよりもっと強くなったのかなっていう気がします。こののチャンネルかっこかり的には私のツイートが 大きくバズったという話を取り上げました1月31日の三宅チャンネル各回のレギュラー放送の方ではその番組を作り出した起点のところで130万インプレッションがあったという話まあそれから1日経ちまして今どれぐらいかというとこのようになっております今現在の時点での再生回数257.5万再生インプレッション257万インプレッションになっておりますつまりですね それだけ注目を集めている話題だということです。そしてこのセクシー田中さんの件というのは、もはや日本国内だけの話じゃなくなってきました。エンタメ系媒体、バラエティこれはアメリカのサイトですね。それが機械翻訳した日本語でこのようになっております。日本の漫画家、足原ひな子さんが、セクシー田中さんテレビ化への講義後に遺体で発見されるということで、 これは1月31日、午前1時33分、太平洋時間ですね、の投稿なんですけれど、まあちょっと日本のニュアンスとは違う形にはなってるんですが、このバラエティという媒体で報道されております。まずこの事実をお伝えしました。かなりフラットに伝えているのかなと、さすがバラエティですね、エンタメ情報の媒体かなと思います。機械翻訳の直訳なんですけど、 ちょっとと重要な背景情報とししてて紹介しておきます海外メディアであり日本の記者クラブに加盟していないバラエティー誌は東京警察の報道にアクセスできないしかしこの事件の詳細はジャパンタイムズや日本テレビの NTB ニュースサービスなどの日本の主流メディアによって報道されているジャパンタイムズはソーシャルメディアでの抗議を2020年5月のテラスハウス参加者木村花さんの死後の騒動になぞらえたこの出版物は この出版物は脚本家が原案を書いたこの映画家の、まあ、作品化ですねドラマ化の脚本が彼女の原作からあまりにも逸脱していると芦、えー、原日奈子先生が苦情を述べたと説明した残り2話の脚本は芦原が担当した全10話とも高視聴率を獲得し視聴率は5%を超えた。 そして12月に全編放送終了した後、相沢は足原の名前は直接出さなかったものの、インスタグラムを利用して最後の2話の奇妙なプロットの逸脱について説明した。ソーシャルメディアは明らかに爆発した。一部のファンは脚本家を支持し、足原ひな子先生を貴重すぎる、貴重すぎる、まあ変わってるということですかね。で、えー、脚本家さんはオリジナル作品のクラッシャーとレッテルを貼る人もいたと。 この宮城チャンネルか,っかりでは個人攻撃を避けるために極力そこの問題点のところは意味はは伝わるけれれど具体的なな内容とといいいううこににつてて触よししきました実際 SNS の方ではこの脚本家さんに対して原作クラッシャーだとかまあこういうもっと厳しい言葉も原作レレレイクレイクじゃないですレイクじゃないですまあそんなようなニュアンス。 の言葉でも伝えられておりますただですよ、ここで重要になってくるのが、読売テレビミヤネ屋さん先ほどのツイートもう一度確認してみますこちらの方でではですね、宮根誠司さんが芦原日な子さんの訃報に継承と、事情を知らない人が SNS でいろいろ言う怖さを認識しないと、ということで、これは日本テレビの方のオフィシャルのコメントでも出てることなんですが、 SNS による誹謗・中傷があってそれはやめてほしいということなんですが十分な説明がないということをさらに言いますとこれがどういうことかというと先ほどのバラエティーの方の紙面にありましたように木村花さんのテラスハウスの件と重ねての報道があるまた同じような批判というのは日本のネット空間でも確認されております。 なので、この番組的には脚本家としか言わずに、具体的なことについてはちょっと遠回りをした表現をしておりました。なぜ日本テレビはこの脚本家さんを守るための行動を取らなかったのか。いや、原作者をなぜ守らなかったのかというところなんです。フジテレビテラスハウスの件があったわけです。そしてこの SNS による誹謗中傷だとかっていうことは日本テレビも 認識しているわけですそれがなぜ足原ひな子先生の時には行われなかったのかこの経緯ももはや説明すべきではないかということを指摘しているんですさらに海外メディアの報道,報道というのは先ほどバラエティーがジャパンタイムズといったようにジャパンタイムズの方でも伝えられております何かとですね スキャンダルにしても事件にしても起きますと日本の地上波テレビは海外の報道ではいやこれはマスコミ全般と言っておきましょうか海外ではと言ってて海外でもう報道されているんですさらには NBC がこの話題伝えているんですよそれがこちら日本の漫画家芦原日奈子さんが、えー、自身の作品のテレビ版に抗議したのち、えー、数日間のち、えー、数日後ですかね、まあ、亡くなられていることが判明したと。 漫画「セクシー田中さんのテレビ化に反対の声を上げていた日な子さんが東京近郊で」ということで NBC がもう伝えているんです SNS で大騒ぎになっていて海外で報道されているのに日本テレビの方は説明しないんですかと思っていたら昨日のです、ね「ニュース z e r o の方で宇野由美子アナウンサー日本テレビゼロ足芦原日菜子さん不法に頭下げたまま言葉です 誠実な調査が必要。原作者尊重は当然。ということなんですが、この件について何がどうして起きていたのか関係各所の,の調査が必要です。そしてその調査は誠実にして、そして慎重にすることが大事だと思います。なるほど。慎重にですか。うん、この件、これからもっともっと燃え上がりますよ。というのは、別にあの日テレがどうこうっていうわけではなく、日本テレビって今、ジブリ、 崖の上のポヨでおなじみのジブリあ。君たちはどう生きるかが快進撃を続けております。あの、スタジオジブリの親会社になったんですね。日本テレビなんてローカルなテレビ局っていうのは、えー、っとどど、どこですかジャパニーズどこ,どこですかジャパンテレビ、うん、よくわかんねえなって感じであったとしても、ジブリ。世界のジブリです。世界の宮崎です。宮崎アニメです。そこの親会社なんですよ、日テレ。それが、 漫画原作の作品でその原作者の意向を無視してそして悲しい出来事が起きましてしかしその経緯は SNS で公開されている中これについての十分な説明というよりもくすっぽ説明もせずにこのことの経緯について説明したのは1月30日の読売テレビミヤネ屋において山田るい53世さんこの方ですねあえてこういう言い方しますけれどお笑いタレント お笑いコンビヒゲ男爵の山田ルイ53世さんがネットで時系列を追いかけてってということで荒まし、まあ言うなれば触りを説明したに過ぎない。日本テレビとしてこれ説明しないまんま逃げ切れると思っているんでしょうかすでにネットの方で色々な、あえて言いますよ。日本テレビにとって都合の悪い情報が次から次へと確認されていっているんです。日本テレビは 確認した原稿をもとに脚本をもとに作品を作りましたということをお話しあ、というか発表しております。コメントしております。日本テレビが芦原日な子先生の訃報を受けて即座に、即座に発表をしたことを、ここに疑惑が持たれているんです。どういうことかというと、SNS 上でのトラブルというもの、まあ、これは主にインスタを舞台とした芦原日な子さんへの先生への 攻撃みたたいななものは脚本家が犬笛を吹くような形で行われておりました昨年末から行われていて一方先週末ですね芦原日な子先生が事の経緯を説明するそのブログを発表しましたそれをツイッターの方に転載しましたどちらも現在は削除済みなんですがブログの方はインターネットアーカイブスの方で確認することができるようになっています。するととその少なくとも 足原ひな子先生が主張するところの背景情報は分かっているわけです確認したから問題ないとでも言いたいかのような日本テレビのコメントが今ブーメランのように突き刺さるそんな状態になっているんですこちらはですねやはり日本のエンタメ系媒体映画のあたりにこんなページがありましたとあるイベント会場でベリーダンススクールの一部がダンスを踊るシーン スタッフからオールアップですの声がかかると拍手と歓声が上がりキャスト一同に花束が贈られたということでこれ最終回のまあ本当に最後のところでいきなりベリーダンスを踊るシーンになりまして、まあ、まさに冒険の旅はまだ続くよう状態だったのであ私原作原作じゃなくドラマ版全部見ましたんで であじゃああこれでもあるのかなと思っておりましたただ芦原日奈子先生の書きましたブログによりますとこのベリーダンスに関してもこだわりがあった中で物語が後半に進むにつれてベリーダンスの担当者とどうも打ち合わせすらしていない脚本になっていた。 なのでこれも全部書き換えさせた書き換えてくださいとお願いしたそしてそれがようやく実現した脚本家の方はそれが気に入らなかったのかもしれないんですが物語の縦糸というか軸になっているのがベリーダンス主演のセクシーな田中さんを演じました木南遥さんのコメントベリーダンスのレッスンを5月から始め9月に撮影にクランクイン計8ヶ月ベリーダンスを練習してきましたこの5月というのを覚えておいてくださいすでに削除されている 足原日奈子先生のブログです。ドラマ化のお話をいただき、当初の数話のプロットや脚本をチェックさせていただきながら、最終的に私が10月のドラマ化に同意させていただいたのは6月上旬でした。6月上旬。主人公の木南遥さんは5月から練習をしていて、原作者が OK を出したのは6月上旬だったんです。見切り発車だったんですかというところ。 ここを重要ななな背景情報になりはししいでしょうか日テレはあくまで原作者の同意を得た脚本で撮影をしたというんですがその始まりの起点のところ木南遥さんって売れっ子俳優さんですよ。それが5月からベリーダンスの練習をしていて原作者の許可が6月の時点まで取れていなかった6月上旬に出したということなんですが全部決まっていて走って。 まあこれはこれから日本テレビの方が丁寧な取材をしてえ分かるんですか分かるえということのようなんですがそうしますとどのような形でスタートを切ったのかまたこれは細かな契約においては言えないこともあるでしょうけれど売れっ子俳優の木南遥さんにオファーを出した時の時点で原作の「 許可を取れていいいたのかいないのかかなまた木南遥香さんの方うにその説明がどのようにされていたのかおかしくないですかもうこの公開されている情報だけで見ても原作者の意向というものがどれだけ尊重される現場だったのか、まあ、最終的には原作者が OK を出さなかった書き直しを何度もお願いしたんでそれによって書き換えられたということなんですが話の辻褄が。 ななくないですか日テレさんんという話なんです一方読売テレビミヤネ屋の方では1月30日の時点で SNS で攻撃しな,さいしないでくださいというような情報をよく知りもしない人が SNS でと今 SNS の人の方がこのセクシー田中さんをめぐる舞台裏について知ってるんじゃないんですかって状態になってるんです。 ちなみにですねこの「セクシー田中さん」という物語についてはこのような情報も今ネットで共有されております。これ脚本家の矢島浩一さんという方がツイッターで投稿してたんですけれどセクシー田中さんめぐる数年前の秘話を明かすということで詳しくは記事をご覧いただくか矢島浩一さんのツイッターの方を見ていただくとしてオファーがあったそうなんですよ。セクシー田中さんでドラマ化しないかと。 その時は原作者の芦原日奈子先生がまだ作品の途中なので,でまたこれは芦原日奈子先生のブログご自身で書かれているところにも書かれてるんですけれど落ちを落ちは落ちだってラス,トラストシーンをどのようにまとめるかまあこれが決まっていなかった例えばですよ原作者がまあ旅立たれた「ゴルゴ13」これは最終話が金庫にしまってあると言われています。 そしてお話の作りはプロダクションシステムで原作を書く人作画をする人という形でもう分業制になっているということいよいよもって最終回となったらその金庫を開けてということなんですがセクシー田中さんは原作者の芦原日奈子先生自身もまあこれはごめんなさい私の推測になっちゃうんですけれど悩みながらそれぞれの登場するキャラクターと一緒になってその時々それぞれのキャラクターになってそして物語を作ってきたそこには編集者さんとのいろいろなディスカッションがあって。 ななのでごめんなさいとこの時点では作品作り断ったというドラマ化を断ったということが脚本家の矢島一さんにによって明らかになりましたそれを日本テレビが強引,強引,強引にというかまあそんな形ですよね解き伏せたそれで実際じゃあ現場に走ったらどうだったのかそして物語が何とか終わった時に今度は脚本家 ああというかまああえて言うならば日テレ側の方からのフォローアップがなかった木南遥香さんが5月からベリーダンスの練習を始めていて原作者の許諾が取れたのは6月だったもうこの時点でだからこそ日テレは記者会見を開いてこれ私が言ってんじゃないですよテレビの皆さんワイドショーの皆さんが大騒ぎしていることなんです。 旧ジャニーズ事務所にしても松本人志さんの件にしてもとにかく記者会見を開けこれずっと繰り返してきましたよねならば日本テレビの皆さん記者会見を開いて確かに「ニュースゼロの有働由美子さんは今調べてというお話をしておりましたしかしこれテレビの側というのはずっと記者会見を開け「記者会見を開け」「記者会見を開け」なんて言ってませんでしたか、うんん、うんううん、白がこう言ってます 第三者委員会作れよ。えっと、何かというと、記者会見開け、第三者委員会作れって繰り返してるのが、ニュースやワイドショーじゃなかったでしたっけこれ、私だけが言ってんじゃないです。逃げるは恥だが役に立つ、あるいは、重藩出退、などの、まあ、人気ドラマの脚本家としておなじみの、こちらの先生がこんなツイートしておりました。えー、野木秋子先生ですね。今、調査中であるならば、 今、調査中であるならば調査中である旨を公表し今後、明らかにしていくという意思を見せた方がいいのではないか聴覚官と見解が異なるというのであれば第三者委員会第三者委員会のような立場の調査を入れる必要もあるかもしれない。 宇藤由美子さんがですね丁寧に調べようというお話調べてんのかな、よくわかんないですけど調べるということを言っていて今すぐの時点で記者会見を開けないあ、開かないな,なんだろうまあ、そんな感じであるならば第三者委員会第三者委員会立ち上げて調査中ですとそのプレスリリースを出されればよろしいんじゃないでしょうかまさかですよ日頃読売テレビミヤネ屋にしても日本テレビのジップですか あるいはデイデイイなななどなどあニュースゼロなんかもそうですよね旧ジャニーズ事務所にしても松本人志さんのことについても「記者会見開け!」そして第「第三者委員会で!」「第三者委員会で!」って言ってるんだればまず日本テレビが「第三者委員会を開くこと」「第三者委員会を立ち上げること」「このことこそが今回の件を明らかにする唯一唯一の方法なんじゃないかな」。それともまさかですよ テレビのの皆さんというのはテレビを見ていないテレビ見てないから自分たちの放送局あるいはほ他のチャンネルも含めて「記者会見を開け!」とか「第三者委員会を」ってご存知ないなぜかなぜかそんなご冗談をマジですかマジですかそうした時にですよ自分たちが見てないテレビを視聴者に見ろだおっうましかおうましかおおいでないよっていう話でございます。こののセクシー田中さんの件 テレビにとって本当の意味での終わりの時にそれを迎えてしまうんじゃないかなそんな気がしている今日この頃でございます。